はい、おはようございます。4時55分になりました。今日の配信をさせていただきます。ですね、昨日、お休みさせていただきました。昨日はですね、ちょっと日帰りで大阪の方に出張行っておりまして、朝6時半の飛行機に乗ってったんですけど、そのために、このユーストリーム配信していると時間なく乗れなく飛行機に乗れなくなるということでお休みさせていただいたんですけれども、そうですね、やはり6時半に羽田乗る飛行機ですと、ほとんどの方がビジネスマンの方ばかりなんですけれども、やはり飛行機空いてますね。その後の7時半とかの飛行機ですと、それなりにお客さん乗ってるんですけども、朝6時半の飛行機になりますと 50% も割るぐらいの搭乗率だったんじゃないかなという形で、昨日は大阪まで行ってきました。はい、今日の書籍の紹介をさせていただきます。今日はこちらの本になります。すごい赤い表紙で目立つ本なんですね。こちらになります。遊ばない社員はいらない、高島文夫さんという方が書かれてます。この方ですね、フランフランという、どちらかというと女性向けの生活雑貨、日常雑貨を扱われている会社の社長さんなんですけども、非常に面白いタッチで書かれてます。まず本当に遊び心が大事なんですよっていう部分です。それとともに、やはりチャレンジ、挑戦するっていうことが大事なんですよっていうことが、大前提として書かれてます。特にですね、私がこれ先週お話しさせていただいたユニクロの柳井さんもそうですし、あとフランフランじゃないんですけど、同じような業態取られている、スポーツの方、ウェアとかスポーツの方で、スポーツ店とかを経営されているパタゴニアの社長さんとかもよく言われるんですけども、本当に仕事は止まっちゃダメなんですよ、チャレンジすることが大事なんですよっていう部分です。それとともに、やはり、この高島さんは特に遊ぶことによってですね、今まで一生懸命遊ぶことによって、そういった部分から新たな気づき、仕事に要は持っていける部分が出てきますよっていうことを書かれてます。それが大前提としましてですね、5つぐらいですね、この書かれている中で、私この遊ばない社員はいらないっていう部分の細かい部分で目についたところをお話しさせていただきます。これ多分このフランフランとかそういうお店経営されている方以外の部分でも十分役に立つ部分だと思います。まず一つ目、高島さんこれ書かれている中で、実際に生活雑貨みたいなものを販売されているんですけれども、実際に物を売ってるんですけれども、物を売っちゃダメなんですよっていう部分です。あくまでもユーザー、消費者の方、人が喜ぶものを売るんですよっていうところです。生活の中で人、お客様が喜ぶものを売るっていう観点から見ることが大事ですよ。それで2つ目、この大きな話になるんですけれども、遊びの中からアイデアが出るんですよっていう部分です。愚直に、パソコンに向かってじーっと考えたりすると、なかなか出ない。やはり実際に遊び心の中からアイデアが出てくる。それもただ一生懸命遊ぶことが大事ですよっていうことが書かれてます。で、3つ目。仕事はクリエイティブじゃなきゃいけないっていう部分です。で、要は作業とか、考えない仕事ってあるんですね。考えない仕事とイコール作業は仕事ではないっていうふうにこの高島さん書かれてます。本当に絶えず考えることが仕事につながるんですよっていうことです。で、4つ目、イメージをしなさいっていうことです。それで人間、私も以前このユーストリームでお話しさせていただいてるんですけど、この高島さんもやはり人間イメージ以上の結果を出すことはなかなかできないっていうのが書かれてます。やはりイメージを大きく持っていけば、そのイメージに向かって大きく結果っていうのも出てきますよっていうことです。それで6つ目、これすごい非常に面白いんですけれども、こちらですね、やはり自分自身ブレちゃいけないんですよっていうのが書かれてます。要は自分自身っていうのを
まあ、もちろん柔軟性っていう部分なんも必要なんですけども、自分軸ですね、ブレてはいけない軸っていうのがやはりあるんですね。そこの部分っていうのをやはり明確に持つことが大事なんですよってこと書かれてます。そうすることによってお客様もしくはまあ対外的なお客様もそうですし、社内のおける社員の方に対しても信頼とかですね、まあ、信頼とかつながりっていうのが最終的にはもたらされますよっていうのが書かれてます。まあ、こういった部分でですね、まあ、あのこの高島さん非常にあの的を得たことを書かれてます。こちらの方ですね、まあ、230ページぐらいの本なんですけども、非常に分かりやすく書かれてます。あの、まあ、ビジネスされてる方されてない方含めて、まあ、今後ですね、まあ、学生さんの方で、まあ、ビジネスされたい方もしくはフランフランのでよくお買い物される方にとっては、まあ、フランフランの社長さんはどういう考えの方でこういう商品とかサービスを陳列販売されてるのかっていうこと、並びにですね、まあ、フランフランの社員の方の対応とかも、まあ、見ていただくと、今までとは違った観点で、まあ、フランフランっていうお店に行って物事を見る、もしくはまあ商品を購入するっていうこともできるんじゃないかなっていう部分です。はい、今日はそういった部分で、まあ、ポイントですね、復習させて おさらいします。まず楽しむことが大事なんですよ。楽しんでチャレンジすることが大事ですよ。物やサービスを売るんじゃなくて人を喜ばすっていうことが大事なんですよっていうことですね。あと仕事はクリエイティブ、作業っていうのは仕事じゃないっていうのを高島さん考えてます。もう絶えず考えることが大事なんですよっていうこと、それとともに柔軟性は大事なんですけれども、自分軸っていうのを明確に持つことが大事なんですよっていうことを お話しさせました。あともう一つ、そうですね、イメージをしろ、イメージすることが最終的には本当に大きいイメージを持てば大きい結果っていうのをもたらしますっていうことを、こちらの方ご案内させていただきました。本日そうですね、12月の10日、遊ばない社員はいらない、高島文夫さん、まあ、フランフランの社長さんの書籍の紹介っていうのをさせていただきました。まあ、この赤い本ですので非常に分かりやすいです。本屋さん行けば目につくかと思います。ぜひ皆さんこちらの方を読むことをお勧めさせていただきます。それでは本日の配信失礼させていただきます。